い品が入っております。ご武運を。異常はありません。いらっしゃい。毎度あり。また来てください。良い武器は良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。また来てください。良い武器を良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。奇跡だ。ご苦労様でございます。豊作。
名前はこうだな。もう少し腕を引いて。そうそう。こうですか？ありがとうございます。子守を雇った覚えはないのだがな。父上、お帰りなさいませ。これでも軍略家のつもりなんですがね。島左近と申します。ご子息が熱心に鍛錬をなさっていたので、ついね。ご指導をいただきました。そうか、それは世話になった。真田昌幸だ。存じておりますよ、信玄公の秘蔵っ子。ぜひ一度お目にかかりたかった。過分な期待は迷惑だな。ご謙遜を。信玄公に軍略を学ばせていただきたいと思いましてね。しばらく武田でご厄介になります。そうか、よろしく頼む。よろしくお願いいたします。ご挨拶が遅れました。真田幸村と申します。これはご丁寧に。幸村殿、よろしくね。承知した。見回りを続けます。これは正幸さん。出陣するか。やれやれ、氏康はやはり出てこぬか。兵たちに盛んに挑発させてはおりますが。北条の臆病者どもめ、かくなる上は正面からしろ。愚策ですね。なん
だと若造が。謙信公でさえ落とせなかった献上を力攻めなど、兵にどれだけの被害が出るか。若殿までなんと弱腰だ。ここが踏ん張りどころで。潮時かの。親方様。立ち退きに際しては城の周りに火を放ちましょう。我らの撤退を見れば挑発も少しは効くかね。少しでも釣り出して叩ければいいのじゃが。すでに勝ちは見えておる。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はあ、なれど、北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち、道を開きましょう。くせ者？まさか武田の。以上は海への進路も途上にあります。ここから兵を出されても危うい。海を疲れることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。無働きなど自慢にならん。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。
騒がしい。何事だ。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたな。あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せばホンクルワに抜けられるはずですね。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、マサユキ。戦果もなく引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だが、それも親方様のお考えのうちか。そうなのか。この戦の意味とは一体。騒がしい。何事だ。敵にヘドられてはおしまいだ。見回りに注意せねば。見回りをかく乱しておく。行け。ねえ、小田原から聞いた武田軍、すでにこの城に迫っております。なんと、門戸に見回りなどしている場合だろうか。どうにも想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回ってホンクルワを目指してくれ。おい、こちらにクセ者がいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶な。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。正幸、頼んだぞ。子犬が紛れ込んだか。しつけの時間だよ。確かこちらの方から。悪いが、そこには忍びを潜ませてある。やれ。から見回るか。
けもまた我が術中である。やれ。何やつ。勝頼様のおかげで本狂わに入る。だが奴を倒せば引かせてはくれぬだろう。あ、そうだ。勝利条件変更。敗北条件変更。武田の軌道を見える双璧。ここで壊しておくのも一興か。もののけ。いや、これが北条の風魔か。武働きなど自慢にならぬ。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。正幸、こたびの北条攻めは誤りだったのか。このような益のない戦は。いいえ、親方様はすでに目的を達しておられます。故に迅速に軍を引かれたのです。父上の目的。こたび上杉は動きませんでした。それで十分です。上杉。そういえば北条は上杉と結んだのだったな。はい。されど武田も上杉と和睦している。義に縛られた上杉はどちらも攻められなかった。上杉頼むに足らずと見た北条は武田との関係修復を図るでしょう。なるほど。ただしそのためにはもう一押し、我らの力を見せておくべきですが。親方様、北条の御詰めであった北条氏輝らがこちらに迫っておるようでございますぞ。思いのほかたくさん連れちゃったみたいだね。何をのんきな。ここは急ぎ撤退を。ここは軍を二手に分けましょう。貴様、何を申しておる。策を申し上げております。別動隊で志田峠を迂回し敵の背後をつきます。奇襲してきた部隊をさらに奇襲するわけじゃな。面白いが、別動隊にあまり兵は避けぬよ。無論です。大部隊で動いては敵に悟られる。ごく少数の兵を率いて私が当たります。バカな。大軍に囲まれようとしておるのに軍を分けるなど。正幸が奇襲を成功させるまで
持ちこたえればいいだけのことだ。若殿。父上、正行の策に任せましょう。策がなるまで本陣は私が必ず守り抜いてみせます。勝頼様。よかろう。頼んだよ正行。はは。ブーンを祈るぞ正行。は、勝頼様。すでに勝ちは見えておる。お前がいれば何も心配はない。軍略比べと参る。楽させてもらうよ。お前がいれば何も心配はない。北条の背後を取った。だが策はこれからだ。東に向かい味方を呼び込む砦を確保するぞ。任せてくれ。わしの活躍をご覧あれ。あの砦すぐに落としてみせますぞ。頼もしいのナイキ。だが気負いすぎる。なぜ背後に敵が。だが所詮は小勢。食い止めよ。砦を落とすのに時はかけられる。揺さぶりをかける。何事だ。
下の忍びが砦の中に。北条軍の背後の警戒が薄かった。津久井城からの兵がいないおかげだ。武働きなど自慢にならぬ。武田軍に追いついたらね、お父様や氏元に到着するまで抑えなきゃ。親方様を待つまでもありませぬぞ姫様。この綱重が武田ごとき捨てかざってくれる。させるものか。我こそは武田城を勝つより、本陣を私が守り抜いてみせる。私の策を信じて勝頼様は戦ってくれている。その誇りに報いれば。開門。よし、次はあの砦だ。任せてくれ勝頼様。正幸に頼まれて参りました。音もつかまつります。ありがたい、感謝するぞ。まったく気の回るやつだ。武田が兵を分けて奇襲に及ぶとは。だが不意をつかれようと、ここは落とさせぬ。開門。なかなかやるではないか。足も出せず逃げ出したくせにしぶとい。私たちは誘い出されてしまったのかもしれないわね。でも侵略すること火のごとし。お前は本当に期待を裏切らないか。少しは手本となれたかな。はいぞ。任せてくれ。お見事にござった。あとはあの砦のみ。内規はうまくやっているだろうか。若、わしの働きをご覧いただけましたか。この程度造作もありませんぞ。開門。これで砦の確保は完了だ。はい、大事ないか。戦況が動く。今のうちに探らせておくとしよう。
白鹿殿が倒されるなんて。ウジテルたちや備えの部隊を動かさないと。出番だ。悪いが、弟殿たちは撃たせてもらった。方々、参りましょう。など自慢にならん。乳働きなど自慢にならん。あの子クマか。乳働きなど自慢にならん。苔にされたままでいられるか。信玄、覚悟。侵略すること火のごとし。駆け抜ける。親方様の横暴、何者にも阻ませはせん。ここまではたやすい。戦場では鬼神のようですが、勝頼様。侵略すること火のごとし。呼ばずか、情けない。
と火のごとし。駆け抜ける。少しは手本となれたかな。など自慢にならぬ。チェ、仕方ねえ。退却だ。みな、ご苦労じゃったね。さ、会に戻ってゆっくりしようか。見事な働きだったな、マサイキ。本当によくやってくれた。勝頼様が持ちこたえてくれたからこそです。勝頼様が私を信じてくれたからこそ。お前を信じるなど当たり前のこと。褒められるようなことは何もしていないぞ。勝頼様、お前がいてくれれば私も跡取りとして立っていられる。これからもどうか私の力になってくれ。それも当たり前のことです。二人とも実によくやってくれたね。親方様、恐れ入ります。若い者たちがこうして活躍してくれる。わしもいつ隠居しちゃっても大丈夫じゃね。ご冗談を。父上あってこその武田軍ですぞ。若造どもが調子に乗りよって。第三章、因縁。武田の快進撃と時を同じくして京周辺では織田信長がその勢力を拡大させていた。信長は前将軍の弟足利義昭を奉じて上洛すると、瞬く間に他大名を従え畿内の覇権を手中にする。信長の動きを危険視した信玄はついに上洛を決意。京に武田の旗を立てんと兵を起こした。信玄に従い出陣した正行はそこで生涯の敵と出会うこととなる。